はい、前川です。今日もですね、動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、前回の続きの動画を送っていきたいと思います。前回はですね、ネットで集客して、そしてリアルで販売していくっていうこの流れをですねお伝えしたと思います。で、販売するときには未来を見せることだよっていう話をしたと思うんですね。じゃあ今日はですね、具体的に何を見せることによって未来を見せていけるのかっていう部分をお伝えしていきたいと思います。ぜひですね、これを活かして未来を見せるっていうことをね、やっていってもらえたらなと思います。まず一つ目です。一つ目は何をするのかっていうと、まず経験をさせてあげてください。経験が必要なんですよ。何でも人は経験してないことをね、信じることはできないんですね。なのでまず経験をさせるっていうことを意識してください。経験、そしてこれプラス体験させてください。経験と体験を組み合わせていってください。組み合わせていくんです。じゃあそれはどうなるのかっていうと、それはその人にとっての真実になっていきます。この真実をどん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 あなたと出会うことによって積み上げていくことができれば、どん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 未来が変わるっていうイメージを持っていきます。なので未来を見せていくことができます。はい、じゃあどういうことかっていうとですね、まず経験ですね。経験、例えば、まあ運動を教えたらしましょうか。運動、まずは運動を経験させてください。こういうふうなことやるんですよ、ああこんなことするんですねって、まず経験させていきます。そして次に体験ですね。それをすることによって、あ、ほんまに私変わってるわっていう体験をするんですよ。体験です。変わったって、あ、違ってるやんっていう部分をちゃんと分からせてください。これが組み合わさった時に皆さん真実になっていきます。あ、ここでいけるかもしれない、お願いしたら大丈夫かもしれないっていうことになっていきます。皆さんもそうじゃないですか。この動画を見て、僕の動画を見てくれて、いろいろノウハウを出してます。でも結局自分ごとになってないでしょ。真実になってないでしょ。あの対談出てる人はあの人ができたんだよねってなってると思うんですよ。なってますよね。それはなぜかというと、皆さんには経験と体験をさせていないからです。これはね、できないんですよ。やっぱりリアルに合わないとできないんですね。ここの部分っていうのはもちろんできますよ、こういう画面越してね。でもやらないでしょ。やらないですよ。実際同じ空間にいた時にしかやっぱ人ってなかなか動かないんです。もちろん動ける人もいてます。でもそれは一部でしょ。一部、ほとんどの人は動画見てるだけで何も行動に映してないはずです。だから未来が変わらないんですよ。だって未来見えないからね。なので皆さん、リアルで会った時にはまずそれをしっかり経験させてあげて、そして体験までさせてあげてください。これを積み上げていくことによって、それは真実になっていきます。そうしていくと販売うまくいきます。はい、なので皆さんのもとに患者さんが来続けてくれるところですね。この部分の考え方をですね、ぜひ意識してやっていただけたらなと思います。これをすることによってですね、感情っていうのが動くんですよ。感情、感情を動かせる人間っていうのは強いです。 AI が進めば進むほど、何でもネットで解決していく時代になればなるほど、人の感情を動かせる人が勝つと私は信じています。はい、最後は人間力だと思っています。はい、そんな感じで今日の動画終わっていきたいと思います。ではまた次回もですね、楽しみに。さよなら。